岩戸山古墳と石西雲群岩井の墓に否定される。北部九州では最大規模。岩井または筑紫岩井は6世紀前半の皇族。カバネは君。日本書紀では岩井古事記では軸紫くん、石井、筑後国風土器一文では筑紫くん祝と表記される。日本書紀では岩井の感触を筑紫国像としているが、 これを、後世の殉職とする説がある。大和王権との間で起こった、祝いの乱で知られるほか、この時代では珍しく墓の特定が可能な人物として知られる。筑後阿賀県、筑紫井軍霞すやみ焼前城前県祝いの、乱関係地、日本初期、慶大天皇21年6月3日上によると、大御家野が、軍6万人を引き、未満なに渡って、 白木に奪われた南から、徳古コトンを再興して、ミマナを合併しようとした。これに対して、畜士君岩いが反逆を図って実行する時を伺っていると、それを知った白木からワイロと共に、毛ノの,の軍勢阻止を進められた。そこで岩いは、過酷と報告を抑えて、回路を遮断し、また高栗クリ、クダラ、ミマナの長江戦を誘致した。そしてついに、 家の軍と戦いになり、そのとこを遮ったという。携大天皇22年11月11日上によると、岩井は筑紫老い軍において、朝廷から政党のため派遣された、物ノノベ・カラの軍と交戦したが、激しい戦いの末に、アカラヒに切られた。そして同年12月、岩井のこの筑紫君、勝子は死罪を免れるため、カスヤヤ家を朝廷に献じたという。 古事記では、携帯天皇団において、塾紫くん石井が、天皇の命に従わず無礼が多いため、物の高校大連、大友金村連の二人が使わされて、石井を殺した、と事件について簡潔に触れている。畜後国風土記一文によると、阿賀津県の役所の南霧に、畜史君岩祝の墓があるとする。その墓について衝突した後で殺うの、伝えとして、有大。 あと天皇のお世に、岩井は、強い勢力を有して、生前に墓を作ったが、にわかに官軍が進発し、攻めようとしたため、勝ち目のないことを悟って、武前国上前権へ逃げて、身を隠した。そしてこれに起こった官軍は、石人、石馬を壊したという。仙台旧児本人、国蔵本人吉島造作り場では、慶大天皇の時に、石井に従った。 白木の海辺の人を討伐したとする記述がある。赤和岩と山歴史資料館展示。岩井の墓は筑後国風土器一文に衝術されている。これによれば、墓は高さ7畳、周囲60畳で、墓域は南辺、北辺角60畳、東辺、西辺角40畳。また石人、石立角60枚があり、交互に陣を成して、墓の周囲に巡らされた。 さらに、東北の角には、ガトーと称する別区を設け、ガトーの中には、海部という悠然と立つ人物一人と、裸体で大地に伏す、辻人があった。これは生きていた際に、盗人街の獅子を盗んだため、その罪を受けている様子を表したという。その側には、俗物と称する、盗んだ石井の獅子四頭と共に、石馬三匹、石戸の三軒、岩倉二軒があったと伝えている。 以上の記述に見える墓は、現在では、福岡県八女市吉田の岩戸山古墳に否定される。この岩戸山古墳は、墳九丁135メートルの前方公園墳で、北部九州では最大、かつ当時の機内大応募にも匹敵する規模の古墳になる。その築造年代は6世紀前半と推定され、日本初期の年代と一致し、また、石人、 石場を含む多くの石製品が出土し、古墳東北隅には別区の存在も確認され、多くの点で筑後国風土器一分とも一致を見せている。なお岩戸山古墳北方約 1.1km のマサエ大坪遺跡では、阿賀妻群がと見られる遺構が見つかっており、これも筑後国風土器一分に見える阿賀妻圏役所の後ろ身に対応するものとして注目されている。 岩戸山古墳の位置する八女丘陵では、前方後円墳12基、草食古墳3基を含む、古墳約300基からなる、八女古墳群が分布する。その築像は4世紀前半から7世紀前半に、及び築主君一族の墓に相当すると推定されている。中でも岩戸山古墳の2世代前にあたる、石神山古墳は、岩井の祖父の墓と推定されるほか、 岩戸山古墳次世代の乗り場古墳、禅蔵塚古墳、鶴見山古墳のいずれかは、この勝子の墓と推定されている。なお、昭和中頃まではそのうちの石人山古墳を岩井の墓とする説が有力視されていた。岩井の墓と推定される岩戸山古墳は、当時の大応募にも匹敵する規模であり、また出土した石製品群は、 北部九州の中でも多古墳を圧倒する数で北部九州一帯に及んだ祝いの勢力を物語っている。その石製品群の分布状況から推測される勢力範囲は北は玄海な南は有明海に及んでおり筑紫君を中心として筑紫政権とも呼ぶべき強力な連合政権を形成していたと言われこれが 九州王朝説の根拠の一つともなっている。近年では、領域の中でも特に、有明海沿岸地域が5世紀後半から6世紀初頭にかけての大朝鮮交渉の中心地であったことから、その大朝鮮の外交権をめぐって祝いと山東県側との間に対立が生じたとする説が挙げられている。その例として、朝鮮半島の坂山へ流域に分布する。 前方後円形古墳の存在や、境山江流域、喜び南地方に分布する、九州系横穴式石室の存在があり、これら九州系豪族が独自に、朝鮮半島と密接な交渉を行った様子が指摘される。また、日本列島内においても、真の形態天皇陵と目される、今白塚古墳をはじめとする紀内古墳の、石棺部材に遊びにくい石が見られることから、 九州から西日本、機内へ文化を波及させるだけの力を有したとされる。これらから、機内側が喚起できないまで、九州勢力が成長していたことが、乱の背景になったと考えられている。文献の記述に関しては、筑後国風土器一文に記される、別区での裁判のような様から、岩井が、朝廷において海部として、訴訟に携わったことを表すとする説がある。また、 日本初期における、大見家のとの会話からも、やはり岩井が若い頃に王権に出資した可能性が指摘される。ただしこの大見家のの伝承に関しては、岩井の乱における、家のの同行が記されないことから、岩井の乱と、大見家のの未満派遣とはもともと別伝承であったと見られている。なお、師書では、この畜士君、勝子の後も7世紀末まで、畜士君一族の名が見られ、 その活躍が認められている。注釈出典、ありがとうございます。